11年式軽機関銃は日本で1910年代から1920年代前期にかけて開発、採用された軽機関銃。日本軍が初めて正式採用した軽機関銃であり、1941年までに契約2万9000兆が生産された。歴史上初めて機関銃が本格的に使用された近代戦は日露戦争であり、 日本軍は、保守機関砲を、ロシア軍は、マキシム機関銃を配備して戦った。この日露戦争において、日本軍は巧みに配置されたロシア軍の防御陣地に、苦戦し、不評の攻撃前進や突撃が封じ込まれ、大損害を被った。当時の機関銃は、大型大重量で、要塞や参壕など陣地に固定して用いる。 防御兵器の色合いが強く、小銃を使用する不評とともに速やかに移動することは困難であり、また、機関銃を使用した戦術や機関銃に対抗する戦術もまだ確立されていなかったために、日露戦争初期の段階では、日本軍は機関銃を有効に活用することができず、旅順後遺戦など、ロシア軍側の機関銃の戦果ばかりが目立つ結果となってしまった。その後、 日本軍は38式機関銃や3連式機関銃を開発し、機関銃の国産化に成功するが、これらも大型大重量で運用するには何人もの兵士を必要とした。機関銃を不評と共に行動できる攻撃的兵器として運用するためには大幅に小型軽量化する必要があった。当時、第一次世界大戦の欧州戦場ではそうした運用に適する。 軽量機関銃がすでにいくつか登場してきており、日本でも軽量な機関銃の開発が進められることとなった。11年式系機関銃とその続品。重心は放熱灯の中に挿入され、先端だけが露出する構造である。11年式系機関銃に先立ち、いくつかの軽量機関銃の試みがあった。1908年には38式機関銃を、 小型化した軽機関銃。1915年から1916年には3年式機関銃を小型化した軽量機関銃が設計されている。これらは原型となった機関銃とおおむね同じ機能を備えていた。1918年、3年式機関銃と同等の機能を備えるあり等式軽機関銃及び無等式軽機関銃が設計された。 1919年には無等式系機関銃が改良され、重量がおよそ8キログラムまで軽量化された。1920年、回転断層を備える、交互系機関銃が設計された。1921年、11年式系機関銃の原型となる、お都合系機関銃が設計された。村田恒吉、有坂成明と並んで、 日本を代表する重機設計者である南部機次郎により国産軽機関銃の研究、開発は進められ、様々な試行錯誤の後1922年に完成し11年式軽機関銃として正式採用。翌1923年春から部隊配備され、ウイジンは1931年の満州事変であった。このケーキの特徴は、 その独特の球団機構にある。当時世界で使用されていた機関銃の球団機構は専用の箱型弾装、保弾板、差し団体が大勢を占め、これらの球団機構のどれもが専用の部品を必要とした。しかし、11年式計器の球団方法は専用の機材等を必要とせず、不評が装備する小銃と同じ弾薬をそのまま使用できた。 日本軍が使用していた38式不標銃をはじめ、当時のボルトアクション式小銃は、実砲が5発なし複数発束ねられた相談紙を使用し銃に装填していた。11年式ケーキはこの実砲5発が束ねられた相談紙をそのまま使用できた。つまり、ケーキであっても、小銃と同じ補給で運用でき、独自の補給系統を必要としなかった。このことは、 小資源国家である日本にとって大きな利点といえ、開発者もそれを狙って、小獣用の相談士を装填する方法にしたと思われる。この開発思想は一見して今日の分隊支援下記に通ずる思想とも見えるが、11年式契機は小銃分隊に属して戦うことは考慮されていない。 中隊単位で編成される独立した軽機関重分隊に配備され必要に応じて小隊に配属させて戦うつもりであり分隊長は愚か小隊長も軽機を霊下に持つことがないという運用思想のもとに開発された軽機であるつまり11年式軽機が開発時に想定していたであろう補給の簡略化小重視との共通化とは一個中隊全体に 補給される弾薬を対象としているのである。分体疎開戦闘に移行した後の1940年、シナ事変の実戦で運用される11年式軽機関銃と96式軽機関銃着見した96式軽機が小銃子と共に攻撃前進ないし突撃中に対し、11年式軽機は副車で支援射撃。11年式軽機のもとに垂れている。 四角い影は移動の際に重心をつかむための悪化は通常は二脚化で運用されることから最初からいわゆるケーキのような運用をされていたのだろうという誤解を招きがちなのだがこの二脚化は行ってからは装填化の重みから銃が左に傾くとしてまた配属を受ける小隊長からは車線構成に不便であるとして不評であり後継の96式ケーキ艦銃では開発当初の 要求仕様では、軽三脚下での運用を主とする旨が明記されていた。また、11年式契機にも成功で、副車から対空射撃まで可能な高性能の軽三脚下が用意されていた。このような装備が用意された背景としては、不評争点において、地上部隊の脅威となる敵航空機に対しては専用の降射砲や降射機関砲を運用する降射砲兵。 機関砲兵に限らず、野戦では、不評も、小銃、軽機関銃、銃機関銃を持って、全力で、対空射撃に当たるものとされていたためである。二脚は放熱塔に対して、左右に約八度旋回できる。また二脚が銃の真下を指す、高姿勢と銃口に向かって、角度をつけた、低姿勢の二段階を選択することができる。床は、 根本から右に湾曲することで、銃の中心軸から右に偏って取り付けられていた。これは、銃の左側につく装填下の重量との均衡を取るためと、銃の上面にという装置の油管があったために、それを避けて、小生消紋式消耗純機が右に偏ってついていたからである。射撃姿勢は、重傷全部を左手で押さえ、重傷尾が右肩につき、 銃本体は、手の正面に位置し、右目で照準した。後に、11年式計器の重傷結合部にラチェットを設けて上下反転可能とし、容易に戦車銃として用いることができるようにする装置が考案されている。重心は放熱筒の中に、後ろから挿入されている。重心を交換するには、まず大筒から、滑速、遊程、相談課を取り外し、 ガス灯中線を抜いた上で、放熱灯全体を小ずつからネジ外す必要がある。ガス灯の先端に設けられた規制紙には5段階の切り替え位置があり、ガスが通過する濃厚の直径を増減することで、ガス圧を調節できた。分体素回線灯への過渡期に正式制定された径機であったため、後続径機と異なり、重剣の着剣装置はない。 11年式契機が採用された当時、契機は中隊長直轄の独立の契機間重分隊を置いて各小隊の小重分隊とは分離して運用される建前であったからである。この当時の契機は突撃に再始小従士と一緒に敵陣へ突進するのではなく、後方よりの火力支援に専念し、小従士の突入を見てからおもむろに敵陣に侵入するという規定であった。 後に、この規定は実践的でないとして、1937年の不評相転相案で本格的な分体疎開戦闘に移行することとなり、11年式景気も新たな規定のもとに運用されることになっている。1930年代後半、皇族景気たる96式景機関銃の採用、改変により11年式景気は徐々に第一線から退くことになり、また、 太平洋戦争前中期頃には、使用実砲を 7.7mm 弾に変更した、さらなる後続形機99式形機関銃の登場により、完全に主力の座をこれらに明け渡した。ただし、最末期の1945年には、結合作戦のため根こそぎ動員された、本土防衛部隊の内在庫の本銃を装備した部隊が少なからずあったと言われる。この際には、 当初不評であった二脚化が第一線寿命を伸ばす結果となった。1940年、偽証作戦で使用される不評第18連隊の11年式系機関銃11年式系機本体の左側には装填化と呼ばれる箱型の固定弾層があり、その上部から中に5発の実砲が束ねられた、小銃用の装弾紙を入れ銃に実砲を装填することができた。 相談士は、平置きの形で6個まで重ねることができ、最大相談数は30発になる。相転下の底にある玉相座と上部弾相、下部弾相がガスピストン圏、ボルトキャリアの前後道に連動し、左右に動いて5発の玉を順番に送り込む構造になっており、残った空の相談士は相転下後部の穴から脱落し、圧巻によって次の相談士が相転される。 射撃を一時中断して圧巻を開けば戦闘中であっても新しい相談士を随時補充できる。小銃と同じ雑誌談子を使って実行を装填できるという方式を契機に適用したのは画期的ではあったが、この独特の球団システムは箱型断層式や砲弾板式に比べ内部構造が複雑なものになる。また装填化が密閉構造になっていないため、 砂塵や泥にまみれる最前線の過酷な条件下では、相談不良や故障が続出し、商兵を大いに悩ませる結果になった。本銃は実報に油を塗布する装置を備えているが、その油に、埃や砂が付着してしまい逆に故障を誘発する原因になった。また、装填下の後方のレシーバー左上には廃斎屋のための宿主が設けられており、 有定の前後道に伴って作動するが、やはり密閉されておらず、銃本体へ異物が直接侵入する恐れがあった。さらには、有定の質量と実報の発生するガス圧との間の均衡が、今一つ整合しきっていなかったことから、結局11年式契機には専用の幻想弾を使用することとなり、小銃弾薬との共通性は失われ、せっかくの相談し相談も、 利点を大いに減ずる結果となった。その弾薬もまた輸送用の紙箱に幻想の頭文字である G がゴム印で大夏されているのみであって、外見上は普通実報と同一であり、その管理取り扱いは、ことに1937年以降景気が小中分体に組み入れられるようになってからは、格別の注意が必要であった。また、1928年の 不評争点では、景気故障の場合の対応についていてから中隊長に至るまで詳細な指示や規定があり、11年式景気の故障が日常茶飯に起こっていて、これを戦闘実行に織り込まなければならないという陸軍の苦慮が伺える。これらのことから、この銃に対しては、前線将兵からの評判は、もちろんのこと、人員に対する教育のみならず、 兵器など新機材の研究も行う、軍学校たる陸軍風評学校をはじめとする陸軍の公的評価もかんばしいものではなく、1931年には新型兵器の計画、研究が始まっており、この新型では箱型断層方式の球団機構に変更されるなど、実践の教訓が取り込まれている。また、11年式兵器は重心交換の際は、 機関部を外さなければならず、96式系機関銃や99式系機関銃と比べ、時間を要した。なお、海外の収集家や研究家の間では、蒸気とは別の見解も示されている。11年式の作動不良の主な要因は、当時の弾薬の火薬蘇生に起因するものとする、見解である。今日まで現存する11年式は、気候自体の作動は、 非常にスムーズで、調整式の規制紙も有していることから、弾薬の圧力の強弱にも、銃本体の調整で容易に対応が可能である。しかし、当時の軍用実縫の火薬蘇生は8 0トル地下一長重心を持つ30年式不標銃や38式不標銃での使用を前提としていたことから、3年式銃器や96式軽機と比較しても1 0トル 以上短い4 4センチメートル前後の重心しか持たない11年式では通常相談の使用は過度の発火炎を発生させた。重機における発火炎は来年期間における不完全燃焼とほぼ同義であり、これによりガスポートが詰まりやすくなり作動不良が発生するのである。今日販売されているスウェーデンノルマプレシジョン社などの工場実報の火薬は 短い重心でも完全燃焼するように改良されたものが使用されているので、当時の上層薬相当の圧力を持つ実法を使用して試験を重ねても作動不良はほとんど発生しないが、当時は発火炎を減少させるためには、単純に層薬を減らす、つまり減層薬とするしか方法がなかったのではないかというものである。これと類似した見解は、 米国の日本人研究家である菅は茂雄からも示されており昭和13年から供給が始まった新実報を用いると昭和6年の満州事変初期に多数報告された作動不良と同様の不具合があまり見られなくなることからそれ以前の実報には火薬側に何らかの問題があったのではないかと結論づけている11年式系機関銃はつっこまたは 相談不良のような円筒半閉鎖の状態でも安全装置をかけることができたが、勝利の着地、その多重に対する衝撃で激発、死亡事故も発生した。このような事故を防ぐため、1938年より、伊手は指揮官の打ち方やめ、または全身の号令がかかった時は、薬莢宿で窓から突っ込または、相談不良がないか点検してから安全装置をかけること、 指揮官は、その時間を与えることが義務付けられた。11年式揮機を車載用に改造したもので、基本的な構造は同様である。1932年から1936年に、かけて陸軍造兵省名古屋工渉で2000兆余りが生産され、89式中戦車や92式、重装甲車、94式軽装甲車などに搭載されていたが、 後に97式車最重機関銃の登場で改変された。11年式計機の機構をもとに、使用実砲を 7.7mm58SR に変更して開発された航空機関銃。1930年代中期まで爆撃機や偵察機といった複座、田崎の自衛武装として使用されていたが、後にこれを改良した派生型である。 姿勢単重心旋回機関銃2型手4の登場で改変された。11年式軽機は後継軽機ともども連合軍兵士により旅客され、少なからぬ数が戦利品として母国に持ち帰られた。今日、研究者や収集家向けに出回っている11年式軽銃は、旧日本軍の軽機としては稼働状態が維持されているものが最も多いとされている。また、 ごく少数ながら、中国内の映画撮影所には、小道具のステージガンとして、空砲発砲可能なものが整備され、抗日ドラマ等で使用され続けている。アメリカ軍では、戦利品として、機関銃を持ち帰る際に、断層は戦場に廃棄するよう指導しており、現在までアメリカに存在する、日本製の機関銃や短機関銃は、専用断層の不足から使用できないものが多いと、される。 一方、11年式景気は、構造上断層を必要としないため、6.5mm、50SR 有坂の実砲さえ入手すれば、比較的容易に実写試験が行える状況であるという。陸軍風評学校商工集会所1928、ピアニッシも74から75、陸軍主要兵器写真観光写法及び、防空兵器平和ミュージアム、 旧日本陸海軍博物館。陸軍風評学校商工集会所 1938. ピアニッシモ。71から79。特許第159,143号特許。情報プラットフォームハット ABC 菅川茂雄。11年式と99式系機関銃に見る。日本兵器史。japaneseweapons.net。 2015年8月2日閲覧。タイプ11南部、LMG。FORGOTTENWEAPONS.com。2015年8月2日閲覧。菅和茂雄。100式短期間銃と96式軽機間銃の実写。JAPANESEWEAPONS.net。2015年8月2日閲覧。 ありがとうございます。